ノバスコシア州はカナダ東部の大西洋に面する州。州名はラテン語で新たなるスコットランド人の国を意味する。現在のノバスコシアに初めて居住したのはアジアから移動した狩猟民族で約1万千年前のことだった。その旧石器時代の狩猟民族は3000年以内に移動しまた無人の土地になった。次にこの地域に人類が居住したのは 約5000年前に移住してきたミクマク族という先住民族だった。1497年には探検家ジョン・カボットがケープ・ブレトン島を探索。その後フランス人が移住し1605年にはアカディア植民地を形成。1620年にはノバスコシアの南にあたるニューイングランドのイギリス人が中部大西洋岸からアカディアまでをニューイングランドと規定した。 その後赤デア地方にスコットランド人グループが送られ、ノバスコシア植民地が形成されたが、英仏間の平和協定の中でこの地域はフランスに返還された。その時期、ヌーベルフランスを保護するために、ケープ・ブレトン島にルイブール要塞が建設された。この要塞はイギリス軍に占領され、その後7年戦争の後、イギリス軍よりフランスに返還された。 その後も英国による植民地運営が続いたが、フランス系アカディア人との競争がやまず、ついに大観難と呼ばれるアカディア人の大規模追放が行われた。その後ニューブランズウィックとプリンスエドワード島が分離した。その頃、アメリカ独立戦争の結果アメリカより逃れてきたロイヤリストの人々がこの地域に移住した。 追放されたアカディア人の多くは1763年頃から旧アカディアに帰還し始めイギリス系住民の入植地を避けてノバスコシア州ではケープブレトン島のシェティキャンプやセントメアリーズベイなどに定住した。ノバスコシアは1867年のカナダ自治領の成立した当初の4州のうちの一つであるシグネクト地境で大陸とつながり3型を 大西洋に囲まれている半島である。東方沖のセーブル島及び乾燥海峡で隔てられたケープブレトン島もノバスコシア州に属する。州のどこからでも6 7トル以内に海がある。2001年の調査によればノバスコシアの主な民族グループは多い順にスコットランド系、イングランド系、アイルランド系、フランス系、ドイツ系等であり、 ヨーロッパ系の合計は全人口の96.8%を占める。なお、約半数はカナダ系であると答えている。伝統的な漁業を含む天然資源に基づいた経済は、ここ数十年間で多様化してきている。17世紀のアカディア植民地建設以来、漁業は州経済の柱であったが、大西洋だらの乱獲により20世紀後半以降、 漁獲量の急減に苦しんでいる。現在では小規模なビジネスが州経済の大部分を占める。農業や石膏、重症石等の工業も重要な産業であるほか、1991年から海洋油田及びガス電の経済における重要度が増している。その他の産業としては映画産業や観光業が挙げられる。ワイルドローブッシュブルーベリーは、 ノバスコシア州の土地特性のベリー。州内各地で野生に育ち、古くから人々の生活に根付いてきた。ノバスコシア州はカナダでワイルドブルーベリーが育つ5つの地域の一つであり、ワイルドブルーベリーの生産はカナダ一を誇る。ノバスコシア州のワイルドブルーベリーは世界中の20カ国以上で販売されている。ノバスコシア州にはナチュラリーノーバスコシアオーガニックスという、 オーガニックハーブサプリメントのパイオニア的存在のブランドがあり、ワイルドブルーベリーやローカルなハーブを使用した製品作りを行っている。世界遺産のルーネンバーグ旧市街ペギーズコブ、アナポリスバレーのバスコシア州の基礎自治体は1996年に地域として再編されたため、現在では行政体としての市は存在しない。例えばハリファックスは、ハリファックス地域。 かつてのシドニー氏はケープブレトン地域に含まれる。など、ありがとうございます。